で面白いのね、うん、あの11番つけてた。うお、11番だった、俺1年で、うん、あの江本の体のサイズに合ったユニフォームってないんですよ。で、で当時補正もあんまりお金儲かってなかったのか、金なかったよ、金が。それで、うん、あのユニフォームもちょっと古くて、まあ誰かがそのメンバーから外れればその人のユニフォームを次の人が着てっていう。で江本のユニフォームのとそれから田内さんのユニフォームと2人だけちょっと色が違う。それから、それから少しあの新しいスタイルのユニフォームで、でその2つだけをこうあの追加で作って新調して、で他の人たちはみんな古いユニフォーム着てるんでよく目立ったんですよ。でそれでもやっぱね、ちょっと覚えてないな。それはね、私たちにとって非常に、あ、やっぱりそのまあいわゆるスター選手っていうのはあの扱いが違うんだなっていうふうに思いましたね。いや、俺はねもうね、俺のことはもうね、その大したものはないから、そっから先はだって山中の場合はね、もうねそれからもうキャッチャーが田臥さんでね、それでバッテリーがもうあのできたわけですよ。それでそれからもう、ずっと田淵さん出るまでね、一級上だったからな、うん、もう山中田淵さん あのバッテリーですよ。これはもうあの時代のあのなんていうのかね、まあ軸になってね、まあ六大学はやっぱり華やかな。で早稲田も強かったもんな。いや強かった。早稲田がね、俺の嫌いな矢沢必ずつけるから、はい、小坂、うん、ピッチャーね、高松商業の、うん、俺と四国大会で決勝戦やってボロボロに打ったやつだけど、それで、小田とか安田、荒川、うん、それから荒川さんね、うん、荒川さんって荒川だよ。で上に八木沢三和田なんていうね、すごい選手いてね、高橋直樹さんいたよ。ああ、ほんで法政は山中田淵バッテリーに、富田あ田淵、それとあの山本浩二さんとかさ、まあいたんだけどね、まあ華やかにしてくるよね、うん、あのね、それは名人高田さんがいて、名人高田さんがいたんだ、星野仙さんがいて、おお、仙さんいた、うん、あの人あの3、4年ぐらいの時にあれキャプテンでさ、うん、サードコーチャーだったじゃない、センさんが、センさん、おう、やじられなかった、よしよ、俺やじられたよ、よくこれやめたこの際品がいいからやじられない俺がマウンド行ったらもう星野選手こっち向いてさ、サードコーチャーから俺やじりやがる、まあ、うん、まあそんなって、その時代の六大学はね、うん、まあ華やかにしてころで、いやもうバッタ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 さ、内心俺は早く打たれないのになってずっと思ったけど、打たれないんだよこれがずっとで結局48勝してね、うん、でまああれ、まあ その中身いろいろあれなんだけど、結局あの時に俺はまああのリスタートされなかったから、うん、俺と園田熊谷を見たでしょ、うんうん、で山中は隅切りに行った、はい、あの時プロがどうだったの、この人はね、あ、もうちょっと待ってよ、もうちょっと待ってよこの人はプロ行ってもね、多分200違う買ってるよそんなことね、いや、そう思うよ、あの頃のスカウト見る目がない、俺に言わしたら、うん、それからよっぽど住民から裏で金もらってたから、そっちからあれどうだったの、その頃は、今は正直な話、来てやろ、でもいやいや、あの来るのは来るよね、うん、それはあの打診というのかね、うんうん、で僕はもう4月の、あ、違う、あの春、うん、4年生の春のリーグ戦の、うん、終了のところで、うん、会社の内定を もらいましたんで、ああ、そうか、住民、うん、住民の内定もらったんで、あのそれももうちょっと新聞にこう出たんで、ああ、出たのか、うん、そうだったかな、もう その後、その秋のドラフトのこう確認みたいなのが来るし、うん、面白いのは、うん、あの二刀流っていうか、僕ね、うん、あなたもバッティング良かったけども、打ったよな、そういえばバッティング自信があって、いや結構ちょこちょこそれで、ね、うん、あのまあちょこちょこっと投げて、それでそのちょこちょこっと打つので、うん、そういうのでどうでしょうっていう話があった、うん、あ、そう、うん、あの頃やってたらおもろかったよな、うん、だけどもしかしたら、それでな、
長渕さん。うん、長渕さん、近鉄のね、うんうん。あの人がそういう二刀流だったんだ。あの阿部さんの。そう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 。はいはい、でまあタイプ的にもあのちっちゃくできたんでね。あのそういうのでどうでしょうぐらいの話はあることはありましたけども、それは私はもうあの大学の3年生の、うん、もう春からだね、3年生春ぐらいからちょっとこうもう落ち目のサンドガーさんみたいなもんで、いやなことないよ、バリバリ3年の時春ちょっと調子が悪かったね、ほんで俺がその3年の春だけちょっと調子が良かったよかった、俺も一応優勝投手1回やってた、うん、この人は決勝戦全部ここだから優勝は田淵山中のバッテリーだからさ、でそのまあ大体4月あそう俺はでもね、うん、俺らあの3番手ぐらいのラインだからさ、俺とか園田はさ、6月頃決まるんだ就職は、だからここらみたいに一流系はさ4月頃から決まっちゃうあの翌年の会社のね、だから俺はどっちでもよかったんだけどさ、何せあの都内がいいなと思ってね、うん、で園田と2人あれ落ちこぼれたんだよ俺と2人で熊谷組入れてもらったんだけどさ、だってあの頃だって社会人もさ、うん、住金とか、うん、どうだっけ河合明とかヤマハとかさ、うんうん、大昭和とかね、うん、あの辺がちょっとこうランクが高い、やっぱりね住金はそうでなんか住金そうでもないの、住金はあのもう B クラスですよ、あそうか、僕はだから強いところにで多分期待に応えられないだろうと思って、それでできるだけまあ野球弱いところがいいなと思って、うん、なるほど、まあそう、うん、野球はそんなに強くなくてもまああの将来働くしてもらえるんだったらそれでいいなと思って、うん、それで鈴木に行って、うん、であの関東のチームは熊谷組だとかね、うん、あのまあ、当時は日本石とか日本交換であったりとか、うんうん、ああそうそう、からがね、まあ、日産とかとか、うん、からあの大昭和製紙だとか ね、うんうん、ねあの日本楽器だとか強いチームがいっぱいあって、そうそうそう、それは私はもうちょっと あのああそれは考えたんだ、一応あんまりあの野球やるつもりはなかったな、うん、であなたがここからはいいからな、ね、頭がいい、いや頭がいいのはこの人です、本当は、いや俺はダメだ、俺はダメだ、この人はね、いやいや褒め合ってもしょうがない、褒め合ってもしょうがない、褒めることはあんまりないんだけれどもとあの私は江本ってあのどういう人ってあの聞かれること多いですよ、でいや江本っていうのはねこれはもう起点がめちゃくちゃそのあの効く、そして回転が速い、それでまあ要するに地頭はいいんだと彼はね、それからもう一つはですねちょっとね正義感が強すぎる正義感強いのって大事なことで、でまあそのやっぱりこれ間違ってると思ったらこれ我慢はしないですよ、この辺はやっぱり私たちにないすごい能力で、まっちゃんよ聞いといてよ俺の性格を、俺の本性を、はい、メモしておきます、メモしといてよみんなそれぞれの特徴があって黒田は黒田なりに我々にない能力を彼は持ってたしね、はいろいろみんな作詞だよ作詞作詞だよ作詞だよ